髪切りました？髪切ってないです。こんばんは。レイニアとエペしてエイペックスしてたのね。レイニア両方そうです。そう、お仕事終わってからやってましたね。やばい、もう声が枯れてんだよな。今日はちょっと撮影があって、そう、撮影終わりだから髪の毛がボソボソです。やばいよね、ちょっとボソボソ加減がすごい。ちょっと待って。思いのほかやちょっとやばかったかも。そう、もう今日の撮影が面白くて、そう、まだ言えないからあれなんだけど、早く言いたい。なんかもう何してんだろうってなっちゃった。本当になんかおもろい、なんかどこへの需要かは分からないコンセプトだったんだけど。もうその話せる時が来たら、あ、もう話したい。その撮影の髪の毛じゃない、その撮影のやつで髪の毛かき上げてたので前髪がないんですけど、コンサート映像とか、いや違います、普通に生写真なんですけど、なんかね、どこへの需要なんだろう。っていうコンセプトで撮りました。すごい髪の毛、うん、いろいろアレンジしててボサボサだったから、とりあえず一つにまとめてもらったんだけど、それさえもボサボサになっちゃってた。雰囲気違うね、ほんと。まあ、でも前髪ないからだと思う。
体調はもう戻ったの？LGT ホテルで素敵なグループに出会えてよかったです。嬉しい。今日の私服かわいい。本当お気に入りのあのあれです、オールインワンです。髪色変えたのは最近？生誕祭の日に変えたので2週間前ぐらいに変えました。今だからだいぶ色落ちしてるんですよね。めっちゃ色落ちしてる。今日のお洋服はどこのブランド？これはボカニーです。ボカニーっていう私のお気に入りのブランドがあるんですけど、そこのやつです。かわいいでしょ。めっちゃこの夏めっちゃ着ました。これお出かけしたの？今日は撮影がありました。そう、めっちゃ今明るいんだよね。根元だっけ、まだ紫が残ってるんですけど、毛先の方とかも普通にキンキンになっちゃった。揺れたよね。でも地震速報来てないわ。石川？石川で？マジ？あ、でもちょっと収まった。いや、まだ揺れてんな、ちょっと。
輪島の方で。そうなの。びっくりした。皆さん大丈夫ですか。気をつけてね。石川か。大丈夫かな。結構揺れたかな。あてててて。震度5。あら。みんなは大丈夫ですか。新潟はちょっと揺れたぐらいだけど大丈夫かな。石川に近い県の方、新潟も割と近いか。気をつけてね。ちょっと待って、ドライアイ。目が乾燥してる。津波の心配はないって。よかった、それはよかったね。あれ、 LINE どこ行ったっけ。家族ラインに送ってみた。ちょっと今日は短めにします。短めで切っときます。配信もともと1時間くらいやろうかなと思ったんだけど、ちょっと7時で終わろうかな。30分だけにしようか。ね、とりあえず津波がないのは良かった。ブログ始めたの？ブログなんだろう。何もしてないです。フォトログならやってるけど。
あー、リカちゃんね。リカちゃんがラインブログ始めたみたいです。昨日のサーヤギターイベント見ましたか？見てないんです。見れてなくて、なんか DMM が起動すると落ちちゃうんですよね、アプリが。だからしばらく様子見てる今ね、容量不足かな。でも iPad そんなに容量食ってない気がするけど、わかんないんだよね。更新来てない。更新？アプデですか？アプデは自動にしてるから多分されてると思うんだけど。あ、秋バージョンのネイルはそうだった。そう、ネイルをね変えたんです。もう秋っぽく、なんか珍しくオレンジにしました。テラコッタとベージュ。トイロ公園の瀬戸で新しくなったりしますか？今んとこないですね。そう、ユニット変えたいって話をしてたんだけど、変えたいねっていう話をするだけして何も考えてないですしばらく多分変えないと思います。でもユニット変えたいんですよね。パジャドラを変えたくてずっと言ってるんですよ、ニヤニヤと。もうパジャドラやめようってそう、
でも変えてないです。でもトイロ一回もうユニットを一回セトリ変えてるから、だからその今のユニットの曲でメンバーをシャッフルするかっていうのも案にあったんですけど、でも何も進めてないですお話は。でも変えたいですね。とりあえずパジャドラを変えたいです。ねえ、でも変えるってなったらまた新しい曲探すのがね、ちょっと面倒よね。変わるとしたら何がいいのかな。なんだろうね。なんか本当だったら私はニヤニヤとミステリーラインをやりたいんですけど、でもあれ歌いながら踊りながら歌うの厳しすぎて無理だから、なんかいい感じの曲見つけたい。なんだろう、黒い天使とか。黒い天使いいな。黒い天使ずっとやりたくて、あれ歌いやすそう。あとなんだろう、なんか歌いやすい曲がいいな。いや歌いやすさ重視ですね。虫バラね。でも空は嫌ですね。空はどうですか。空は嫌です。レイちゃんとかに空やってほしいな。グローリーデイズ。踊んない曲がいいな。
レイニアソロならなんだろう。レイちゃんソロだったらなんだろうな。うわ迷う。何でも歌えそうだな。でも山国で今弱虫き飯歌ってるじゃないですか。ゆきりんさんの曲合うなと思ったんだよね。抱きしめられたら見たい聞きたい。あー確かに前までやってたしね。それだったらすぐ入れ替えりそう。ありあり。確かにユニット公演始めてから抱きしめられたら外しちゃってたよね多分。今のユニット公演でやってないよね。既存のトイレ公演で以外で。あ、7時なってる。それでは今日はここで終わります。皆さん地震などには本当に気をつけてお過ごしくださいということで、またねー。バイバーイ。ありがとう。また落ち着いたら配信しようと思います。またねー。